中国、上海の洋山深見港に立ち並ぶガントリークレーンによるコンテナに役シンガポールのケッペル港にあるケッペルコンテナターミナルシドニー港のコンテナターミナル前景イカリフォルニアのロングビーチにあるティフトーフ島コンテナターミナルのガントリークレーン群コンテナターミナルとはコンテナの海上輸送と陸上輸送の結節点となる港湾施設の総称コンテナ不頭とも言う 世界の海運の主流は、タンカーや鉱石などの不定期船による輸送を除けば、長さが主に20フィートと40フィートとの2種類に、標準化された、鋼鉄製のコンテナを一定頻度で輸送する定期運航によって担われており、これらのコンテナは専用のコンテナ船という貨物船によって運ばれ、その多くがコンテナターミナルで積み下ろしされる。例えば、日本が、 海外から輸入する雑貨の90%はこれらのコンテナによって運搬されている。世界経済のグローバル化に伴い進展し続ける製造業の国際水平分業を支える国際海上コンテナ輸送において海陸の結節点となるコンテナターミナルは現代の港湾で最も重要な機能となっており港湾におけるコンテナ取扱個数と国別の総計個数は 各国の経済力、国力を図る指標の一つに挙げられている。コンテナ船が接岸して、コンテナを積み下ろしする専用の岩壁を備え、これらのコンテナを運搬、保管する固定施設、及び二役用稼働施設で構成される。コンテナの積み下ろし作業だけでなく一時的に保管する、機能を有するほか、国際貨物の輸出入時の保税地域としての役割も果たしている。 コンテナターミナル内の概略配置1、2役エリア2、コンテナヤード3、ゲートエリア4、コンテナ線5、ガントリークレーン6、管理棟7、ゲートガントリークレーン1、オペレータ室2、ブーム部3、アウトリーチ4、スパン5、バックリーチ6、機械室7、レール8、スプレッダー9、コンテナ線貨物の積み下ろしを2役という、コンテナターミナルの岩壁には、ガントリークレーンが設置され、 コンテナ船でのコンテナの積み下ろしを効率的に行っている。レールに乗ったガントリークレーンが稼働している。200エリアはエプロンとも呼ばれる。1万個以上のコンテナを積む巨大コンテナ船が入港。接岸するとこから7台のガントリークレーンが同時に働いて、シャーシ、またはハスラーと呼ばれるセミトレーラーに積む。これらの車両は多くが コンテナヤード内までコンテナを運ぶ役目を担っている。コンテナ船への積み込みは、これと逆の手順となる。これは、トランスファークレーン方式と呼ばれる、一般的な方法だが、他にもストラドルキャリアという専用の荷役機械を使う。ストラドルキャリア方式や、コンテナをシャーシに積載したままコンテナヤードに、平置きする、オンシャーシ方式などもある。いずれの方式も、 国際海運に使用される大型コンテナ船の経済効率は、港湾での200時間の短縮が重要な要素となっており、昼夜を問わず短時間での作業完了が求められる。特に大きなガントリークレーンは、スーパーガントリークレーンと呼ばれ、アウトリーチと呼ばれる、ブームの前方稼働範囲が50メートルもあるので、横方向に18列までコンテナが積まれた巨大コンテナ船にも対応できるが、 世界最大のコンテナ船、エモマースクでは、潜伏56.4メートルでコンテナは、デッキ上の積列が22列に達しているため、さらに大型のガントリークレーンを用いないと、片側からは届かない。一つのガントリークレーンで35から40個、時間程度の効率で2役できる。ストラドルキャリアの構造図では、手前半分が描かれており、コンテナを挟んで奥側にも、同じ構造がある。 車体は丈夫だけでつながっており、本例では8個のタイヤの向きが細かく制御される。リーチスタッカーコンテナヤードはコンテナを一時的に保管するエリアである。200エリアからセミトレーラーに乗ってやってくるコンテナは、ストラドルキャリアやリーチスタッカーと呼ばれる特殊な輸送車両やトランスファークレーンと呼ばれるコンテナヤード造地専用の門型クレーンによって、 コンテナヤード内の正しい位置に積み替えられる。コンテナを引き取りに、セミトレーラーが到着すると、止め置かれていたコンテナは、コンテナヤードから専用の特殊車両で運ばれて、その輸送車両へ積まれて運び出される。輸出の場合はこれらの順番が逆になり、コンテナヤードで止め置かれてから、200エリアへ移動される。基本的にコンテナは、望みされるが、コンテナヤードにコンテナを保管する行為は、 倉庫内の貨物保管と同様、一般に増地と呼ばれる。冷凍コンテナの増地には、電源供給装置が必要となり、一部には、冷気の供給を必要とするコンテナ用の設備を備えるなど、冷凍コンテナ専用のコンテナヤードがある。コンテナヤード内のコンテナ増地位置はコンピュータによって厳密に管理され、輸出入、方面別、見入り、空コンテナ別などで区分されている。 またコンテナヤードからエプロンへのコンテナ移動は、コンテナ船への積み込み計画に基づき逐次適切にピックアップされる必要がある。コンテナ船でのコンテナのセルへの積み付けは、船の重心バランスや気候地の順番などに関係するため、主に一等航海士の仕事であるが、すべての作業工程は、コンテナターミナルのコンピュータで管理され、トランステナー、シャーシ、ガントリークレーンは、 必要な指示をコンピュータから受ける。コンテナターミナルの2役作業工程を統括的に管理するアプリケーションパッケージは一般にターミナルオペレーションシステムと呼ばれる。それぞれのコンテナは固有のコンテナ番号によって識別される。コンテナヤードは保税地域であるため外部の者の立ち入りは厳重に制限される。近年は国際テロ対策への対応が 世界レベルで進展しているため、コンテナヤードを含む、ターミナル全域への出入り管理は一層厳しくなる、傾向にある。コンテナのドアはホッチで封印されており、戦場はもとより、コンテナヤードでも、税関職員による検査などを除けば安易に、開封することは許されない。コンテナターミナルの中で、エプロンとコンテナヤード以外が、ゲートの部分である。ゲート周辺は、 文字通りコンテナ車両が出入りするターミナルゲートの他に管理棟、コンテナの開梱、梱包作業を行うコンテナフレードステーション、コンテナや荷役機器の補修などを行うメンテナンスショップ、コンテナ洗浄所などがある。世界のコンテナ港の一覧も参照コンテナターミナルの規模は利用するコンテナ船の線形、機構頻度、荷役方式などで異なる。世界規模のコンテナ港湾では、 連続した大推進岸壁と多数のガントリークレーンを備えた大規模コンテナターミナル群が存在する。一方でこれらの大規模コンテナターミナルと小型コンテナ船で結ばれたり一定の経済圏域内の輸送を担ったりする小規模コンテナターミナルも数多い。コンテナターミナルの規模はコンテナの容量を20フィートコンテナで換算した tu という単位で表示することが多い。 2013年、世界には取扱量が20フィートコンテナ換算で年間1000万個を超えるコンテナ港が13港あった。世界最大のコンテナ港は上海港であり約3362万個のコンテナが通過した。世界のトップ後は上海港、シンガポール港、新鮮港、香港港、普山港である。日本には取扱量が 年間1000万個を超えるコンテナ港はない。取扱量が100万個を超える五大港は、世界的に見て、中規模クラスのコンテナターミナル群である。しかし単一の小規模、コンテナターミナルを有する、地方港も含めて2008年現在総計62港のコンテナ港がある。大量集約、一貫輸送を特徴とし、主要航路に投入されるコンテナ船の大型化が、進展しつつある。 国際コンテナ輸送において、日本のコンテナ港湾の数は、世界的に見て、過剰といえ、五大港の国際競争力を一定程度減災しているのが現状である。冒頭ソリティも参照ターミナル施設の整備、管理運営スタイルは、各国、各港によりまちまちだが、岸壁築造、航路浚説、防波堤、不動用地造成といった一連の基本施設整備は、公的セクターが主に担い、 二役機械、管理棟、ゲートなどいわゆる上物施設は施設を専用的に借り受ける民間セクターの投資によるケースが多い。コンテナターミナルを運営する事業者はターミナルオペレーターと呼ばれる。特に世界規模でコンテナターミナルを運営する国際的な巨大企業はメガターミナルオペレーターと呼ばれる。国際物流の発展と効率化の追求によって コンテナ輸送はますます増加することが見込まれている。コンテナターミナルは今後もアウトリーチの長いスーパーガントリークレーンの整備や岩壁の増進、コンテナヤード面積の拡張などの高規格化によって、超大型コンテナ船への対応を可能にするなど、今後のさらなる施設の拡充が求められている。一方で、メガターミナルオペレーターの世界展開と大手船会社の国際的な合唱連行、 さらには、コンテナ港湾の拡充を国家戦略と位置づける各国の大規模投資などにより、世界のコンテナターミナル開発は近年加熱傾向にある。コンテナ船のさらなる大型化の行方とも相まって、コンテナターミナルの機能、世界的な配置の動向は未だか時にあると言える。ありがとうございます。